スウェーデンお隣の国フィンランドの選手キーラ・コルピです。昨年のヨーロッパ選手権の銅メダリストです。今年は5位でした。3年連続3回目の世界選手権です。3位とのポイントの差は 0.52 しかありません。前にお腹折れてしまいましたよね。あまり失敗するジャンプじゃないんですよ。もったいないですよ。フルルッツを予定してたんですが、音を打ち付けてしまってスミルになってしまいましたね。綺麗な高さのあるジャンプでしたね。難しいところで転倒してしまいましたね。もったいないですね。ひょっとすると少しリンクが小さくって、はい、彼女よく滑るじゃないですか、はい、すごく滑る選手でちょっと後ろが気になったのかもしれないですよね。詰まりすぎちゃった感じだったかもしれないですね。とてもエレガントな美しい滑りのブレードとスケートと表面とのタッチが綺麗な選手の一人ですから、本当はもっと頑張ってほしいですよね。ちょっとジャンプが決まってないですね。フィンランドの19歳キーラ・コルピでした。今日はちょっと残念な時でしたね。残念でした。本当に飛べたの
ていうのが数少ないですよね。トリプルループね、綺麗なの一つ、あとはダブルアクセルとっていう形ですものね。そうですね、ただ途中のアクシデントでね、立て直してほしかったですね。だいぶダメージ負っちゃった感じでしたね。そうでしたね。もう美しいスケーターの一人なのにね、残念ですね。すごいですね。そうですね。まあ彼女もまだまだ若いですしね。はい、まだまだこれからですよね。最初はこれ右の方が座りすぎちゃってたんですよね。そうなんですよね。これが唯一綺麗に飛べた彼女らしいジャンプでしたね。トリプルループですね。これですよね。後ろにバランスがいってしまったんでしょうね。たくさんファンいるでしょうね。そうですね。プログラムの時、彼女はね、自分の方にたくさんいることに気づいたんだそうですけども、演技に集中するためにそれをシャットアウトして頑張ったのよというコメントをしていました。ちょっと残念な結果ですよね、今日はね。あまりにもちょっと彼女らしくないスケーティングしてしまっちゃってましたよね。ちょっと厳しい得点になると思うんですね。そうですね。テクニカルエレメンツ 35.47 でした。惜しかったかないですね。そして前線登場スコアの50点で見せました。50.68 です。もっとできる選手です。そうですね。で、転倒がありまして、リアクションが1あります。フリースケーティングは 85.15 でした。そしてトータルでもここまで滑った中でも6位です。順位を落とした形です。フィンランドのキーラ・コルピでした。